よく来てくれた。貴様たちにこの家を、我が成果を見せておきたくてな。え、ここってラウバーンが生まれた家なの？うん、見ての通り貧しい家でな。いや、村全体が貧しかったと言うべきか。痩せた土地での実りだけでは生きていくこともままならず、若者は村を出て傭兵として働くのが常だった。かくいう我が輩もアラミゴ軍の雇われ兵となり、折しも帝国軍との緊張が高まっていた国境警備に回されてな。そしてほどなく小競り合いが始まったのだ。帝国軍の魔導兵器は強力だったが、我が輩は知恵を絞って戦った。おかげでいくつかの戦功を挙げて、戦場の演出家などという過分な評価を受けました。だがある戦いで帝国兵に狙撃され、我が輩は大怪我を負い、療養のためにここに戻ってきたのだ。今や王とアラミゴの人々は暴君テオドリックの強行と彼に追従する密告者たちの陰に怯え、息を潜めて暮らしている。我らが立ち上がらねば、この国に未来はないのだ。自由か死か、この言葉を己の魂に誓える者がいたら手を挙げよ。私たちと共に戦い、暴君を倒し、自由を勝ち取るのだ。見たところ負傷兵のようだが、前線帰りかな？はい、国境線の小競り合いで帝国軍に。ですがこの怪我が治れば俺も。嬉しい申し出だが、ところで君は自由か死かという言葉の意味をどう捉えるかね？自由か死か、自由のために戦うか、暴君に殺されるかを選べってことですか？いかにも血気盛んな若者らしい答えだな。だが違う、これは戦いによって得て良いものなのだ。戦いに勝利しても得られるのは自由だけ。暴君に代わる新たな支配者になることや富を望んではいけない。富や権力は自由になった後、努力で掴み取るものということだ。死ぬ覚悟なら俺にもあります。管理や王族のような豊かな暮らしがしたいわけじゃない。俺が望むのはささやかな暮らしだけです。もし本心からそう思っているのなら、君にも同志となる資格はある。だがその足ではすぐに戦うことはできないだろう。今は焦らず怪我の治療に専念しなさい。きっと君の力が必要な時が来るはずだから。
リセよ、コンラッド殿はアラミゴ解放軍を貴様に託した。その決断に誤りはないと我が輩も思ってはいる。だが一つだけ問うておきたい。お父上であるカーティス殿がここに書き記した言葉、自由か死か、それを己の魂に誓うことができるのかと。最も頼りにする仲間の目の前でな。父さんがそんなことを。戦いで得ていいのは自由か死か、ただそれだけ。この人の前で証を立てろってことね。わかった。今ここに私は誓うよ。自由か死か、その覚悟があるって。帝国支配下で生まれたアラミゴ人も、万神を呼んだアナンタ族も、同じギラバニアの同胞なんだ。でも今では価値観も思想もバラバラに憎み合って生きている。彼らと対話して分かり合うためにも、帝国から故郷を取り戻して自由の旗のもとに集わないといけない。もう一度私はこの地にアラミゴを作りたいんだ。いい先生だ。お父上もお喜びになるだろう。ならばこれ以上は何も言うまい。お互い自由のために死力を尽くそうぞ。